さてさ、ショコレでございます。今日はちょっと富士フィルム XF1 で撮っています。音声届いてると思うんですけどね、ちょっと返しがないからどう映ってるかわかんないんで、もしかしたらボツにするかもしれません。約1週間ぐらい経ちましたよ、新しい拠点場所といいますか、生活環境を整えてきております。動画が多分まだ全部は公開されていない時期だとは思うんだけど、とりあえず組み立て一式の家具は作りました。動画のネタとしてはね、一つ一つの家具を説明して制作時間どれぐらいができてっていうことをしたら、非常に動画のネタも増えるし面白いのかなっていう気持ちは最初の頃はちょっとだけありましたけど、早く作って早く落ち着きたいという気持ちからですね、そういったことはせず、作ってる若干の光景が映ればいいかなぐらいの気持ちで、一応大きい家具はもう買わないかな。僕のね、部屋取りのところには比較的僕ばっかり映ってても多分つまんないと思うので、後ろにちょっと細かいものを置いたりとして目を紛らわせていただきたいっていう気持ちからあるものもたくさんあります。もちろんあれですよ、コナンとかスヌーピーは僕好きなんでそれを置いてるんですけど、新しいところにもなんかこうないかなと思って、今日も非常に蒸し暑く、会社から出るとね、湿気がこう僕にこう抱きつくぐらいの湿気がすごいある、こんな中でもですね、歩いてテクテクと、近くのハードオフまで行ってきました。そこで購入したものがあります。ドドン、多分見えていると思いたい、オバマって書いてます。そう、オバマさんのフィギュア、これは買いでしょうと思ってね、500円しましたよ。あ、すごいすごい、梱包してる紙がポロポロと剥がれてきますね。おお、オバマさん今かよって感じですよね。今もうトランプさんに変わっちゃったから、売りに出したのかな、持ってた人も。あ、いいですね、いいですね、いいですよ。どうも、 Yes we can、 ちょっといいなこれ。あ、いいですね、ちょっと、あ、いいな、 Yes we can、 素晴らしい。ちょっと画角変わっちゃったと思うんですけど、買いました、オバマさん、 Yes we can。 はい、これをちょっと新しい拠点に置きたいと思います。いいですね、オバマさんね。そんな感じかな。今日はですね、撮影日的に最後の大物パソコンデスクを、組み立ててで、帰っていきたいと思います。ちょっと前にコメントもいただいてるんですけど、僕犬飼ってるんで 100% なんだろう、そっちに24時間泊まってでまたたまに帰ってきてっていうことはしてないですよ。ちゃんとジンのご飯を、犬の名前ジンって言うんですけど、ジンのご飯をあげてで遊んであげてで落ち着いた頃にそっち行ってとかで、仕事終わりにそっち行ってでご飯の時間に帰ってとか、そういうことをやってます。そんな感じでございます。だから簡単に言うと仕事場に出勤するみたいな、そんな感じですよね。はい、ではショコレでございました。また明日、バイバイ。